プレゼント企画やってます。どうもドズルです。はい、ということで本日もこちらドズラジお送りしていきたいと思います。毎日いろいろなテーマに関しておしゃべりしていくこちらのコーナー、本日のテーマは最近ドズルチャンネルにおけるコメント欄がめちゃめちゃ面白い件について、こちらね話していきたいと思います。もうタイトルのまんまですで、コメント欄がねここ何ヶ月ぐらいだろうな、3ヶ月ぐらいで かなりこう面白くなってるなって私感じてて、動画のコメントももちろんそうですし、特にやっぱ生放送のチャットですかね、生放送のコメント欄がめちゃめちゃ面白い生放送してて笑ってしまうような、まあ、そんなね、コメント、たくさん面白いコメントを送ってくれる人たちが増えていきました。でそれについて、まあ、今日は、まあ、ありがとうって気持ちと、なんで増えたのかとか、あと、まあ、いいよねっていう話をしていきたいと思うんですけれども、まずやっぱ配信者によってこうコメント欄とか、チャット欄の雰囲気って違うじゃないですか。だからその配信者ごとの、チャットの雰囲気とかあると思うんですが、ぶっちゃけねドズルチャンネルはこの4年間、4年もチャンネルずっとやってるんですけれども、4年間あんまりねドズルっぽい雰囲気ってなかったんですよ。ドズルチャンネルっぽい配信のそのチャットの雰囲気とか、まあ、コメント欄の雰囲気、みんなかなりマナーはいいっていうことを言ってくれるんですが、なんかドズルカラーの、こうチャットとかがあんまりねないように感じてたんですよね私は。それはなんでかっていうと、割とこう一つのゲームをずっとやり込んでそのゲームのプレイヤーが見てくれることが多かったんで、まあ、その分こうなんていうの、そのドズルチャンネル特有のカラーが出にくいというか、まあ、そういった状況にずっと長い間あったわけです。なんでこの3ヶ月で、少しずつ変わってドズルっぽいカラーが出てきたか、これね一つはやっぱりボンさんとやってる、ボンジュールさんと一緒にやってるラジオがねすごいやっぱ大きいのかなって感じてますラジオ毎週月曜の24時からね、深夜からなんですけど、毎週月曜24時から3時間毎週やってるんですよね。でも3、4ヶ月やっててかなり長くなってきたんですけれども、それの効果が一番やっぱでかいんじゃないかなと思います。ラジオって他の何いわゆる本物のラジオとは違って、私たちフリートークなんですよね。もうずっとフリートークで、まあ、ちょいちょいコーナーとかもやってるんですけど、なんちゃってコーナーみたいなやってるんですけど、まあ、基本フリートークじゃないですか。でコメントを見ながらフリートークして、で面白いコメントがあったら拾ったりして、で私たちがボケたらコメント欄でも突っ込んだりとか、その私たちの突っ込みに対してコメント欄がボケて私たちが突っ込むみたいな流れもあったりだとか、そのコメントとの距離感がめちゃめちゃ近いんですよね、ラジオコンテンツって。まあ、ドズラジもね、結構そうあってほしい、そうあってほしいっていうか、そうありたいなと私は思ってるんですけど、まあ、生放送じゃないとなかなかそういう相互のこうコミュニケーション難しいかもしれないけど、そのやっぱラジオコンテンツかつ生放送っていったところで、深夜のねドズボンラジオっていうのはかなりこうコメント欄とコミュニケーション量が多いから、まあ、面白いことを言おうって言ってくれる人が結構こう遊びに来てくれる、ようになったのかなと思ってます。かなりねコメントに笑わせられるって大概じゃないですか。だってでこの前私風邪ひいて1週間前ぐらいにちょっと風邪ひいたんですけど、もう配信できない時苦痛で仕方なかったですもん。めちゃめちゃ配信したかった。もう本当に一人でゲームやるよりやっぱもう配信しながらやった方が100倍面白いなって感じた、まあ風邪習慣でございました。だからそういった意味でも、まあ、ラジオってこういうねなんかこう成果が出てきてすごい嬉しいなって思うのと、あとやっぱありがたいですよね。コメントは私昔から全部読むようにしてます。まあ、全部って言ってももちろん一つも逃してませんとかは約束できないけど、基本的に全部見てます。全動画の全コメントを、スクロールでバーッと見て、読んでる、つもりです。まあ、多分見逃しもちょいちょいあるけど 95% 以上は目を通していると思います。で、まあ、そんな中でやっぱ動画とか生放送とかのコメントとかで、まあ、面白いコメントを言ってくれて、でコメント欄をこう盛り上げてくれる人たちっていうのは一番こう大切にしたいこう視聴者さんですよね。まあ、もちろんね見てくれる人もありがたいんですけど、まあ、より配信を面白くしてくれようとか、より動画のねコメント欄を盛り上げてくれようっていう人たちはもうドズルチャンネルにとってはもう宝ですからラジオでいうハガキ職人みたいなもんじゃないですか。ラジオもこうハガキコーナーがあって、ハガキ職人が面白いハガキ送ってきて、
、まあ、それを読み上げるみたいなのあるじゃないですか。その感覚ですよね。だからまあ一緒にこれからもね、あの面白いコメントをどんどん書いていただいて、私もねそれを積極的に拾ったりとか、一緒に面白いこうコンテンツを作っていきたいなと。でさらに、まあ、最近こう視聴者参加型だと、クソクラグランプリやったんですよね。ドズルクソクラグランプリってツイッターでやらせていただいて、それもねすごくいい感じにハマったなっていう感じでした。その何がいいかっていうと、すごいこうみんないろいろ作ってくれるんですよね。で私が発想しないような発想でいろいろなものを作ってくれたりだとか、やっぱ面白いんですよね、めちゃめちゃ面白い人がいて、でその面白い集、自分が私がクスッときた面白い集を、まあ、この前動画で上げたんですけど、それもめちゃめちゃ評価良くて、みんな面白い面白いっつって見てくれて、まあ、そういった意味でこうなんか、なんて言うんだろうな、その私はこう全ゲームがめちゃめちゃうまいってわけでもないし、なんか特化してじゃあ何かのゲームのプロってわけでもないし、その喋りがねめちゃめちゃ面白いってわけでもないので、なんかこう視聴者さんと一緒にコンテンツを作ったりだとか、なんかこうそういう企画作りっていうのは割と得意な方なので、まあ、そこをもっとこうドズルチャンネル伸ばしていきたいなって思ってるっていう感じでございます。はい。なんでまあ皆さんにねおんぶに抱っこかもしれませんが、まあ私もその分もちろん手抜くってわけじゃなくて、皆さんの面白さを最大限ね、こうなんていうの、伝えれるよう、まあ、動画作りだったりとか、あと生放送とか手を抜かずやっていきますし、まあ、もちろんね私はそれ以外のところでも、どんどんねこう活動も頑張っていきたいなと思っておりますので、まあ、今後の方針としてはちょっと視聴者参加型の、企画だったりだとか、あとコメ欄とかをもっとうまくこうね、いい感じに、そのなんていうんですか、面白さを動画にこうね、できればいいなと思っておりますので、これからもご協力よろしくお願いいたします。動画のコメントもやっぱねありがたいですよね。その動画を見ていろいろ面白いことを言ってくれたりとか、まとめてくれたりとか、そのいろいろな意見を言ってくれる方っていうのは本当にありがたいので、まあ、これからも、よろしくお願いいたします。といったところで、本日はまあ、動画のコメント、そして生放送のチャット、こちらがね最近面白いという話でございました。やっぱり雰囲気ってすごく大事で、誰かが面白いことを言ってると、その自分も言ってくれたりするんですよね。その自分も言いやすいっていうところで、その連鎖していくと思うんですよ。だからそのコメント欄とか、生放送のチャットとか、もうどん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 その面白さが加速していけばいいなと思ってますし、まあ、私もね、皆さんにもっと楽しんでもらえるよういろいろな工夫、面白いこと言っていきたいなと、頑張りますでもさ、面白いことを言うって難しいですよね。割とね悩みではあるんですけど、私昔からめちゃめちゃ面白いわけではないんですよね。むしろ面白い人の隣にいてゲラゲラ笑ってるタイプのゲラなんで、ゲラ人間なんで、まあ自分でもね面白いこと言えるように頑張りたいと思いますでも頑張って面白いこと言えたら苦労しないよね。だってお笑い芸人の人たちってさ、人を笑かそうって365日努力してるわけじゃないですか。でもね、実際にお笑い芸人のライブ行ってもめっちゃ爆笑できる人ってほんの一握りで、まあ、そういった意味でもやっぱ面白くなるとか人を笑かせるってすごいスキルなんだなって改めて、まあ、感じております。まあでも一番は笑かそうとか、そういうことじゃないと思うんですよ。うん、一緒に楽しむ、一緒に笑う、それがねドズルチャンネルだと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。ということで最後ちょっとダラッとなってしまいましたが、今日のラジオドズルチャンネルのコメント欄について話していきました。これからもよろしくお願いいたします。ということで本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。